こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は母の帽子を編んでいます。前回は二重にしてほしいということで、真ん中から編んで靴下みたいにつま先みたいな部分を二つこう作る感じにして、でそれをペタッてして、えっ、ー、とそこからゴム編みをするというのをして、すごい暖かいっていう感じで言ってたんですね。で、それの使い勝手がいいからもう一 洗いいが欲しいよなみたいなことになってで同じ色で同じように編んでもいいよって言ってたんですがちょっとここで怠け癖が出てしまってですね二重にするんじゃなくて二本取りにしてもいいっていうことで今日実験してみたいと思います。だって二本取りの方が太い糸で太い針で編むから早くできますよね。二重にするところの部分は省略できるわけですよね。ねちょっと あのズボラ癖が出てきましたがで、えー、と前回と同じ糸でするのもいいんだけどちょっとまた違う糸ということでこれバーっとこう準備しました。これは、えー、とペアフェクトの クリスマス用のね、緑とか赤が入ったものの、緑が余っていたもの、これをね、何かに組み合わせたらいい深緑なのでね、と思って、これと緑を合わせるとか、このベージュとこのちょっと濃いグレーは何に合わせても、なんか逆に明るくなったりとかね、マイルドになったりしてね、私の意外さんの靴下もこれなんですが、なかなか組み合わせやすいんですよ。で、この単色たちと何かを組み合わせるという感じかなと思って、 あとこのプロラナのねちょっとこれ細めの糸なんですよなのでこれ2本取りとかこれとこれ組み合わせるとかこうしてもえっ、ー、と厚みが出てくるんじゃないかなっていうのもあるしまあ夏に編むっていうのもいいと思うんですけどねこんなのをこう準備してみたんですよでこっちはえっ、ー、とレーゲンバルトの17ですねとこれはねえっ、ー、と即間ウールク クレイジーあれトリオをやってる方の YouTube されてる方のものかなこのマークがあるかあここにありますねクレイジーシルビーって書いてますねこのワンちゃんを飼ってるんですよ <laughs> でこの青紺もいいなって前回紺、えっとモネの睡蓮を やったので、コンのものがいいかなと思ってこう準備したんですね。で皆さんならどう組み合わせますかっていうね、母に聞いたらすぐ決まって、ああやっぱり聞いてよかったなって思ったんですよね。母が決めたのはこの二つを組み合わせるというのでした。コンとコン動詞をね。えー、っと私の中で、これが出ちゃった <laughs>。私の中では単色と何かを組み合わせるってことばっかり考えてたので。 なんかこう組み合わせるっっってて思なかったんですよね、まあ、こ,これは組み合わせるって思ってたけどなのであなんか本人に聞いいてよかったなと思いますなんかしっくりくるというかでそれが多分好みの色だろうしまあ合わせてみないとどんな感じになるか分かんないんですけど、まあ、二重のところ二本どりのところの厚みがねとか硬さとかが気に入るかどうか分かんないんですけどまあこれを編んでみようかなと思います。 すごいですよね。<laughs> こういうね、センスがないんですよ。なんだろう、頭の硬さというかさ、単色と段染めを合わせなきゃいけないっていう、ちょっとこのね、自分の偏見がね、わかりました <laughs>。というのからスタートして、もうすでに昨日の夜編み始めちゃっています。またね、このピーナッツも中のに入れて、 昨日の夜編み始めました。使っているのは、今回はね、あの、細編みの部分から下からこう編んでいって、えっ、ー、と、2本取りにして、メリアス編みにこうして、で、キュッと縮めようかなと思います。前回のは、ちょっと縮めるところ、減らし目のところが、遅すぎて、なんだろう。母の頭の形がすごいいいのに、すごいいいんですよ、知らなかった。私もいい頭の形ならよかったなと思って。こう 上の部分がちょっと余ってるので今回はちょっとそこら辺も工夫していきたいなと思っていますなので今回は下から編んでいってえっ、ー、とアディのプレミアム丸いやつの、えー、30cm あ 40cm だ 40cm のものを持ってるんですねこれ帽子とか腹巻き帽子にぴったりなんですけどちょっと袖だと大きいかな長すぎるかなでこれで前と同じように3号のものだったので120目で 編み進める作り目で作ってみたんですがちょっとここがね緩い感じがするのでもしあれだったらケーブルキャストオンか指にかける作り目で内側と外側から出してきてこう作ってからでも良かったかなと思いますでその分ゴム編みをねちょっと長めに前回4センチで短くて8センチで後から編み直してでそれが長すぎたので今回は6センチでいこうと思っています えもし緩かったらここにねスルトを入れようかなと思っています普通の平ゴムだとちょっと痛いみたいなのでやっぱりねうんという感じで120目6センチ一目ゴム編みをしてきますで今から編み物ラジオを撮っていきたいと思います一目ゴム編みが6センチぐらいになりましたちょっと間が空いてるような気がしますが120目でこうね きちっとしてたのでこのででこまま編んでいこうかなと思いいますいつもねこう編みながらね皆さんもそうかなちょっと反省したりする時もあるんですがまあすごい気になったら、まあ、いくらほどいてもまたね編めるっていうのが毛糸のいいところだしまあでも大抵はこのまま編んでしまってで次にもっといい帽子を編もうって感じでどんどん編むのが増えていっちゃう感じですね私はで。ここからゴム編みを 終わって、えっ、ー、と、二本取りにしていこうと思います。一応、ここまででちょっと書いておいたので、やってみようと思います。二本取りの帽子を、このごまみのところから、ちょっと英語を転ばないのですが、上に向かって編むのをやってみます。で、前は二重で暖かいっていうのにしたんですが、今回は二本取りにすることで、厚みを出して、まあ、硬いかどうかもチェックしたいし、まあ、寒くないんじゃないかなと思います。で、太いので、早く編める。 編めたらいいなというのでやってみようと思います今回使った糸はレーゲンバルトの17のヒュゴ11097という糸ともう一個今から足すのがプラス H っていうのかなプラス H というところのこのクレイジーシルビーさんの糸であれこっちかな糸の名前はソッウールってソックヤーンって意味ですよね ラリーかリレーかラリーかなモンテカルロって書いてますね中細のもので7920番のものを両方とも青の段染めを使っていますで今3ミリの40センチのアディのプレミアムというので編んでてこっから6号にしようと思いますが一応この80センチの輪針ともしかしたらこの5本針の方が早く編めそうな気もするのでこれを準備しました もしこれね 40cm のあったらねすごく編みやすいんですがねで一番最初にやったのは120目を編み進める作り目で3号針で作って輪にして1目編編みみにしして6編みました今ここが終わった状態ですねでここからですねちょっと計画考えたのですが2本取りで6号針で編むっていうことはちょっとゲージを計算したら靴下だったら3号針は24目。 65割は20名なので24対20ってことでなんだ比にすると6対5みたいな感じなので100名に減らそうかなとそうすれば同じ大きさになるのかなと6分の5に減らすこういう時には5目目で1目減らせばこの数になります6分の5の時は5目目で減らすここは1目違いの時はねでそこは左上2目一度しようかなと思いますで メリアんみで13センチ。で、この状態で試着しようかなと思っています。まあ、ここまででちょっとやってみます。で、一気にするというのがちょっと大変そうですが、一応じゃあ先にこの80センチの輪針の方でいきたいと思います。で、ここから始まったということで、糸端をここに出したままにしています。マーカーの代わりに。で マーカーだと毎段でこうねずらさなきゃなんないのは面倒すぎて <laughs> すごいいろんなこともめんどくさがりますねえー、とここで一目目に針を入れてこっち3号針こっち6号針ですこっちがニットプロのノバメタルというものでこっちが、えー、とアディですねでもう一本をも引っ掛けてこれももともとの糸も引っ掛けてまず もう3本を持ったまま1目編みますでもうメリアさん見たからここでいいかでこれを糸始末しながら11目目2 3 4って編んだら5目目の時に5目目と6目目のを2目一度します ちょっと最初やや,やこしいしこれって1個ずつやったらいいんだろうかとも思うんですがどういう順番でしたらいいかが思いつかなかったので一気にやることにします。12345目目で2目一度そしてもう糸始末はここで終わりにしたいと思います。あ 前回のね二重の帽子は、えー、と後ろのところをもうちょっと短くしてかぶりたいということだったので母が縫ったんですねそれちょっとね今かぶってるのであれなんですがあの後でねお風呂の時にでも借りてきてねちょっとい,いいよって言われたら写したいと思うしそのお風呂の時間までにはどうにか私これ編めたらこれから厚い帽子だけをかぶれていいんじゃないかなとは思いますが。 ちょっっとと頑張って編もうと思いますこんな感じで12345目目で2目一度してちょっと目数も減らしていこうと思います。でメリアス編みを1 3ンチぐらい編もうと思います。マジックループにしたいので100目100目でこうマジックループにするかまあ5本針で編もうと思います。5本針で編む場合は100目だから 25252525 25 25 25で最後1目を使うものにするかまあ3個30目333333 33 33にするかにしようかなとは思っていますがどっちが編みやすいかを次のシーンでお見せしたいと思うので次のシーンを見てから皆さんもね編み始めた方がいいのかななんて思います。皆さんははどっちが編みやすすいででかメリアス部分は本針で まあ、そのののうちの4本を使って編むのがすごく楽でしたただし私の場合はここにねちょっとラインが出てくるのが下手だなと思うんですがでもねチャ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 ッとこう編めたのでこれでいいかなと思います。でここから1 3ンチになるまで編んできて厚みもあるけどまあ、前回の20の場合にはこう。 だろう間に空気が入る部分があったのでもしかしたらちょっと寒いっていうかもしれませんね。あと,、えー、と今回120目にしてでここを100目にしているのですが母の頭こ小頭というか小顔というかでちっちゃめなのでこれと同じように編むとまあ私は手がきついっていうのもあるけど、えー、とちっちゃく出来上がると思うのでもしね真似っこして編んでみたい場合には。 その人のお気に入りの帽子に長さ測ってこうね合わせるといいんじゃないかなと思います。真根っこして編んでくれる方いるかな <laughs> で、次は3番目。えーと、8箇所で左上2目一度でこう減らしていく。キューとここの部分を編んでいきたいと思います。で、えっ、ー、と、 6箇所より8箇所でグッと減らした方が、こう、頭の上のこう、平らな部分に沿ってくれるなと思ったので、まあ、おばが編んでくれてた帽子がお気に入りでね、それと同じようにしてみようかなと思います。前回はここの間にね1段入れたんですよ。減らし目、メリヤス減らし目、メリヤスって。そしたら、ここが6センチくらいになって、ちょっとピューンって、頭の上が尖がってしまったので、今回は毎段でやってみます。そうすると、 11箇所十一回減らし目をするとラスト12名ぐらいになると思うんですよ。その計算はもともと100名があって8箇所で11回で88100-88で12名で12名になったら絞る。えっ、ー、ともう一回減らして4名にしてから絞るでもいいと思うけどまあうん12名でも多分大丈夫なのでそんな風にしようかと思います。でそれをするために。 ちょっとこんな風にマーカーカをつけましたで100ある8も12.5って割り切れないので121312131213 12 12っていう感じでこうマーカーを入れて最後はここの初めなのでここから始まったよっていうの、ねまあ、糸端もあるんですけどのところにあるのでマーカーを入れずに1234567つ。 入れてきましたこのマーカーの手前で左上2目一同していきますで、この3本針で編んでいるところあ、5本針かで編んでいるところも取りたいと思いますで、私は針を上から当てるんですけどこの下から当てた方がここにラインが出ないのかもしれませんねちょっとでもなんだろう糸のさばき方というか針のさばき方が楽なのでこっちだとちょっと見えないのでこっちにしています ちょっと変な癖なのでまねっこしない方がいいかもしれません。えー、っとマーカーの2目手前になったらこうして左上2目一度ちょっと通りづらかったらこの2つ目を特にねこう大きくしてからこうして編みます。でマーカーをずらす次の段もあのマーカーの2目手前で 編むというあ減らし目をしていくという感じですちょっとアメリカ式でもしておこうと思いますこれね2本だからちょっと目が数えづらいけどマーカーの手前2本になったらこんな感じで針と針の向きが一緒になるようにこっちからこう刺して一気に減らすこれの減らし方がねとっても綺麗に 見えるのでで私は好きですちょっと難しいんですけど右上2目一度の方が楽なんですけどね。でこの5本針の端まで編んでここで減らし目のは最初のここだけなのでこれを繰り返して11段してそしたらだん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 こう減ってきてここに12目になると思います。もし80センチの輪針で えっと、マジックループで編んでいる方もだん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 こう小さくなっていくと思います。ただし、あの、40センチくらいのわでこう編んでいる場合、減らしていくととても編みづらくなっちゃうので、そこはね、違う針が結局必要になるのかな、うん、と思ったりもします。ということで、毎段、減らし目をしていきたいと思います。減らし目をしてきました。ラスト。 12目になりました453みたいな感じになりましたなんか途中マーカーだらけになったので途中から取って取ってもねこんな風にラインがあるのでそこに合わせて減らし目をしていけばいいので取ってしまいましたあと,、えー、とマーカーの前が1目しかない時とかはこっちから何目か持っていって、えー、と減らしていくという感じにしたのでちょっとこう不揃いな数になりましたが。 これでこんな感じで丸く上がちょっと平らな感じのキュッとこう広がった帽子になりました。ではああとねこの針の話をしてませんでしたね。この5本針はボンボーヤージュさんのあのね手染め糸の袋あ帯に入れていますがそうじゃなくてえっ、ー、と 楽天銀ガムさん楽天市場の銀ガムさんというところでなんと5本で110円で売ってるんですねえっと 4mm のものですあと何ミリがあったかなちょっと結構幅があったと思うんですけどでここの長さは1 5ンチでで送料が110円だからまあ220円だったような気もするんですけどとってもね編みやすいので私はこれを重宝して使っておりますで 伊賀屋さんの靴下とかね1個ずつ編むときにはすごくいいと思いますこれを糸始末していこうと思いますうーん、10センチぐらい残して切ってで太めの針でいつもの針だと通らなそうなのででこうしてこれがね細い針でできればいいんですけどあ太い針でもできないかもこうし と思って、うんできなそうなので糸通しを使いたいと思います。で、この目を二周くらい拾ってギュッと十二目だからちょっと多いのですが。 絞って終わりです結構早くできましたね。うーん1日かからずに終わるかも。前は1日とちょっとぐらいかかったと思うんですよね。まあでも編んだ感じもね二重の方が二重に編んだ方があったかいんじゃないかなと危惧していますがで2回目はねまあたい同じところをこう通って。 で大体元の位置に戻るあれこここら辺かなこの白いマーカーのところなのでグでッと絞ってでちょっと真ん中より奥ぐらいのところにで裏に行ってちょっとこうね中心を何回か 拾っていろんな向きに強くしてあら1個外れちゃいましたねあ、こんな時にはこっちのループの方の針がいいんですけどね。 最後はの周りにこう螺旋状にでも押してちょっとグッと絞っておいてパパッと糸始末したいと思いますこのとじ針はえっ、ー、とニットプロのウールあループウールニードルというもので 今だっったたら寺井さんに言ってたような気がしますこの糸始末はもうこ,のこれで終わりということであここが5 <laughs> 本針のものですねポコッとなってるねでこの一目細編みのところはこうしてこの最初の作り目を通してあともう一回。 この最後に通った目とこの糸をこの紺の糸自体を割ってくるくるくるとなんかこう合わせてみたらこのオパール毛糸の方のあオパール毛糸の方じゃないもう一個の方だプラス1っていう方の毛糸のこのしましまが結構出てきて。 これですね。こっちもね。しましまなんですけど、なんかちょっと。男の子っぽくなっちゃったかな <laughs>？後で母に見せてみて感想を聞いてみたいと思います。それでは試着していきたいと思います。あ、今回ね。8目を8箇所でこう減らしていったので、それがこう螺旋状にこうなって面白いですね。 こんな感じです2本取りの帽子水通ししてちょっとでもね乾かす時にちょっと引っ張りながらこう乾かしてみましたこういうふうに平べったくなっちゃったんですが8か所えー、と増し目をしてるのであ減らし目をしてってるのであなんかここ下手ですね <laughs> 見えちゃってますね結構立体的というかで、母に見せたらなんか。 こっちの色の方が好きだよということで。で、ちょっと長いかな。ここのメリアス編みは今度はね、2センチくらい短くしようかなと思います。こう編んだのでね、こう、ここをほどくしかないですもんね。でもそんな大変な感じではないということだったので。で、ちょっと今借りてきました。1回目に編んだ二重の、二重になってるんですよね。これね。二重の帽子の方です。 ここをね、こんな風に被ってるんですよで母が毛糸と針を貸してっていうことで、ここをこう塗って、こう塗ってきて、ぎゅーっとして、こう玉止めをこうしているという風にして、こっちを後ろにして被ると被りやすいということでした。これね、洗って何回か乾燥機にもかけているのですが、これくらいのパヤパヤ具合で、 ででこっちとあったかさの違いは何回か使ってもらってその結果をお知らせしたいと思います。ということで今回はパパッと簡単に編むでもあったかい日本りの帽子でしたこれくらい柔らかかったらミトンとかでもいいかななんて思いながら編んでみました。 今回も最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう